こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書表現につながる文法の解説をやっていきたいと思います。日本語には同じような意味を持つ言葉にも選ぶ表現によってその伝わり方や相手に与える印象が変わってくる、そんな言葉があります。今回でそういった言葉の使い方を身につけて、より自分の思いをうまく相手に表現できるようになってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まず最初に、何々でと何々においての使い方。どちらも物事の行われる場所を示す言葉。なのでこちら、体育館で音楽祭が開催された。こういうふうに言うのと、体育館において音楽祭が開催された。こういうふうに言う言い方。どちらも間違いではない。でもそこから相手が受け取る印象、これが多少違ってくる。それはなぜなのか、こちらの文を見てください。こちらの文では、何々でという言葉がぴったりで、何々においてという言葉を使ったら不自然な感じになってしまう。さっき体育館でバレーの大会があったんだ。こういうふうには言えるけど、さっき体育館においてバレーの大会があったんだ。こういうふうに言うと、なんかちょっと変な感じがしてこない？そう、実は何々においてという表現は、公的な場面、公の場所で使われる時や、書き言葉として使われることが多い、硬い表現なんだね。一方で今回の文章は、さっきとかバレー、バレーボールと言わずにバレーっていうふうに言ったり、あったんだ、こういうふうに砕けた表現が使われている文章。なのでそういった文章の中で何々においてという言葉を使うのはちょっと合わないんだね。やっぱりさっき体育館でバレーの大会があったんだ、こういうふうに言った方がしっくりくるっていうわけ。一方で何々においてを使うのは、例えばこんな文。明日午前10時より本校体育館において入学式が執り行われます。こういった正式な場所で使われるような文章。こういうふうに相手に対して正式に何かを伝えるときに、何々においてという言葉はぴったりなわけ。じゃあね、こういった文はどう？次は僕の家でゲームをやろうよ。ここもやっぱりでの方が合ってるね。僕の家とかゲームをやろうよ。こういった言い方は日常会話でよく使われる砕けた表現だからね。一方で、この法案は現在国会において審議中である。こういった文章は公の場面で使われる言葉、あるいは書き言葉にふさわしい。なのででを使うよりもにおいてを使った方がぴったりくるっていうわけ。いいですか？その次は何々でと何々に関してこの言葉を比べてみましょう。今度のこの2つの言葉は何々に関わること、何々についてっていう意味。今回は何々に関してっていう言葉が硬い表現、公的な場面や書き言葉なんかで使われる言葉です。では見ていきましょう。こちらの文章。ねえ、数学の問題で教えてほしいことがあるんだけど。ここで使われる言葉がでなのわかるよね。今回の文章は日常会話なんかでよく使われる砕けた表現だから、何々に関してっていう言葉を入れたらちょっと不自然になっちゃう。ねえ、数学の問題に関して教えてほしいことがあるんだけど。こういうふうに何々に関してっていうよりもでを使った方がぴったりくるね。では次の文、高級車の傾向に関して専門家の立場から発言します。こういった文章だと何々でよりも何々に関しての方がぴったりくる。傾向とか何々の立場から発言とか、こういった言葉が出てきているから書き言葉や正式な文章という感じがするもんね。高級車の傾向で専門家の立場から発言します。こういう風に言ってしまったらちょっと不自然な文になってしまうわけ。いいですか？ではその次、ある言葉に対応する語句について見ていきましょう。きっと、ひょっとしたら、ちょうど。
こういった言葉は副詞と呼ばれている。副詞は他の言葉の意味を詳しく表現する言葉なんだけど、ある副詞が出てくるとそれに対応していくつかの決まった語句が後で出てくるっていう、そういった決まりがあるの。これを古語の副詞って言うんだけど、詳しくはこちら自立語で解説していますので、そちらも勉強したいっていう人は下の説明欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。ではこちらの文、彼女ならきっと約束を守るはずだ。こういうふうにきっとという副詞が来たら、その後にははずだとかでしょうという言葉が出てくる。彼女ならきっと約束を守るでしょう、こういうふうになるわけ。これがね、もし別の言葉が来ちゃったらおかしくなる。彼女ならきっと約束を守るかもしれない、これなんか変だよね。かもしれないが来るのはこちらの文、彼はひょっとしたら遅れてくるかもしれない。こういうふうにひょっとしたらに対応するのがかもしれない、こういった言葉なわけ。他にもね、こういうのもある。私はちょうど散歩しようと思っていたところだ。今回のちょうどの言葉に対応しているのがところだっていう言葉。書き言葉なんかでは特にこういった部分も注意しなければならない。いいですか？ではその次、視点が変わったら表現も変わるっていうところをやっていきましょう。まずこちらの文、私が友達に絵をもらった。こういった文を今度は友達の視点で考えてみる。私がが主語だったのを友達がを主語にしてみる。するとこうなるね。友達が私に絵をくれた。先ほどの文ではもらったのは私だったけど、今回の文章では友達はもらった方ではなくあげた方。友達が私に絵を渡したわけだから、友達が私に絵をくれた、こういうふうに言えばいいわけ。いいですか？では次の文、今度は母と子を見ている話し手の視点です。母が子を店に連れていく。こういうふうに言ったとき、母と子は話してから遠ざかって言ってる。それを近づいてくる方向に直したいときは、こういった文章にする。母が子を店に連れてくる。こういうふうに言えば、母と子が話しての方にやってくる感じが現れるね。いいですか？では次の文を見ていきましょう。これは長い文を書いたときとかにやっちゃいがちなことなんだけど、一つの文の中で同じ助詞を何回も続けたら読みにくくなってしまう。この文ではでという助詞が多く使われすぎている。建設の途中で資金難で放置された建物で再計画の発表があった。この文を読みやすい文に変えるために助詞のでをこういうふうに変えたらいい。建設の途中で資金難によって放置された建物について再計画の発表があった。ある建物を建てている途中にお金が足りなくなっちゃったの。だからそこで建設はストップしていたんだけど、その放置されている建物ほったらかしにされちゃってたビルで再計画の発表があった。もう一回ビルを作り始めようっていう計画か、もともと建てられていた建物とは別のものになるのか、それはわからないけど、そういった再計画の発表があった、そういう文章なんだね。でって何回も助詞のでが続くよりも、こうした方が文章が読みやすくなるよね。他にもこういう言い方もできる。建設の途中において資金難のため放置された建物の再計画の発表があった、こういうふうに言っても大丈夫です。以上、ちょっとした言葉の使い方の違いだけど、しっかりとした表現を選ぶことによってそこから相手に与える印象が変わってくるんです。どうですか？今回の授業わかりましたか？同じような意味を持つ言葉でもそれを一つ一つしっかり確認して選んでいくことによってより優れた表現をすることができるんだね。早速今回覚えた表現を使って文章を書いたり、他のいろんな表現について勉強していってください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。